交差点ある時家から少し離れた交差点でトカゲが二匹並んで潰れて死んでいた次の日トカゲの死体はなくなっていたけど同じところに猫が死んでいたまた次の日 猫の死体は亡くなっていたけど、同じところに違う猫が死んでいた。そのまた次の日、猫の死体は亡くなっていたけど、同じ交差点で小学生が車にはねられた。でも死にはしなかったらしい。そしたらその二日後、 同じ交差点で女子高生が車にはねられた。この子は即死だったらしい。その次の日、今度は信号待ちの団体に車が突っ込んで大事故が起こった。でも死者はゼロだった、と聞いた。 こんな見晴らしのいい交差点でなんでこんなに連続して事故があるんだろうと思っていた。毎日そこを通学路にしていたからさすがにちょっとビビりが入ったけどそのままその交差点を使って投稿した。そしたら次の日俺と友達が 車にはねられた。友達はその日の夜に死亡。俺は二週間入院して無事に退院した。でも、はねられた時に気づいたというか見ちゃったんだけど、はねられる直前、友達が叫んだからそっちを見たら、 友達の体の至るところに手みたいなのがまとわりついていて、えって思った時には後ろから車に跳ねられた。すごい衝撃だった。さすがに走馬灯が見えるとか、時間が遅く感じるっていうことはなかったんだけど、ほぉ。 っていう声と、パラパラパラという程度の拍手。あと、数人の小さな笑い声を聞いた。そうして気がついたら、救急車の中だった。今思い出しても怖くなる。幻聴とか、 幻覚だったんだと思うようにしているけれど、とりあえずあの交差点は使っていない。俺が入院していた2週間の間に、さらに4回事故があったらしく、3人が死んだらしい。それでお払いというか何かをしたみたいなんだけど、 未だに月一くらいのペースで事故が起きている。それまで事故とか全然ない見通しのいい交差点だったのに、ある日を境にこんな交差点になっちゃうこともあるんですね。何が原因でこんなことになったのかという感じです。 人の形。人の形をした別の何かに会ったことがあります。過去に2回遭遇して、1回目は渋谷の東急ハンズ近くのローソン。2回目は横浜線で遭遇しました。 一回目渋谷で初めて見たときは友達と二人で歩いている人混みの中なんとなく見たローソンの前にいる人でした年齢は40歳前後の女性でデニムに T シャツキャップをかぶっている格好でした全体像を見て顔を見たときに うまく表現できないのですが、違和感を覚えました。目を一瞬だけ見たんですが、作り物みたいな感覚で、姿形は人なんですが、人形みたいに目に違和感があって、あれと思った瞬間に、その人形が自分のことを じーっと見続けてきて、瞬間的にものすごい鳥肌と恐怖心が芽生えました。直感的に分かったのは、向こうが自分が違和感に気づいてるのではないかと思っていること。そして、 自分が違和感に気づいていることを、この人形みたいな何かにばれたらまずい、ということでした。通り過ぎるまでの数秒間、向こうがずっと自分を見続けているのがわかりました。自分はばれないよう、下を見続けていました。 人形の違和感を見てから恐怖で震えが止まりませんでしたが、なるべく平然を装いました。結果として通り過ぎて何もありませんでしたが、友達に、コンビニの前の人ずっとお前のこと見てたよね。って言ったけど、友達はその違和感には、 気がついていませんでした。二回目に遭遇したときも、電車で立ちながら、携帯をいじりながら、ふと座っている女子高生を見たときに、強烈な寒気と違和感を感じました。その瞬間、女子高生がずっと自分のことを、じーっと、 見続けていました。自分はバレないように平然とした姿を装って携帯をいじり続けて次の駅で怖くて降りてしまいました。うまくは言えませんが姿形は人なんです。ですが中身が別の 何かみたいな違和感でした。私の他に人間の形をした人形みたいなのに出会ったことはある人いませんか 俺には過去一度だけ入院経験がある。その件で腑に落ちない点が発覚したので聞いてほしい。入院したのはもう十三年も前。高校三年生の夏のことだ。いつものように早起きの親父に声をかけられ、 寝室で目覚めた俺は立ち上がるなり目の前が真っ暗になって床に倒れ込んだ。体感的には立った状態から床に倒れた状態に飛んだ感じ。倒れた衝撃やなんかは記憶に残っていない。俺は 高熱を出していた。すぐさま親父の軽トラで昔馴染みの田舎病院に運ばれた。診断の結果、4日間の入院と聞いて驚いた。何よりも学校の皆勤症がなくなってしまうとショックを受けたのを覚えている。 当時、人見知りが激しく、友人のいない俺は、勉強で周囲を見返すことだけが、拠りどころだった。性格が悪いし、根本的にはサボりたがりだから、今で言う、真面目系クズ、というやつだ。その表面的真面目ステータスの筆頭である皆勤賞が、ついえてしまう。 がっくりと来てしまった。入院が決まると、まずは入院の準備だ。子供の頃から通っている病院だが、入院となると、どことなく印象が違う。売店でスリッパを買った。母と姉に、図書館で、漫画、 日本の歴史を借りてきてもらった。俺は日本史が不得意なので勉強の補助のつもりだった。窓からの風景から思い出すに病室は3階くらいの高さだったと思う。西向きの窓からは小さな島々と海が見えた。 小高い斜面から見下ろす格好だ。T 字通路の突き当たりの四人用の部屋。ドアから入って左奥の窓際が俺のベッドだ。同室は中学生ぐらいのおとなしそうな男の子が一人だけだった。 入院生活は人生初体験だらけだった。まず慣れない天敵を引きずる生活は不便だった。針が刺さってますからチューブに力をかけないでくださいね。と、看護師さんに注意された。ビビリの俺は、針が折れてしまったらどうしよう、と、 おっかなびっくりの生活を送った。最後に針を外した時は、針と一緒に血の塊みたいなのがビロビロっと出てきて驚いたもんだった。病院での食事も初めてだった。まずくはないが味気のない食事。 なんとなく漂う老人っぽい病院っぽい匂いで食欲はいまいちそそられなかった慣れない食生活とストレスのせいか汚い話だが見たこともないごっつい一本のクソが出て和式便器の水量では全く微動だにしなかった 恥ずかしながら、同室の男の子の力を借り、ティッシュをうまいこと使って流し、ことなきを得た。これをきっかけに、人見知りの俺も、同室の男の子と打ち解けた。勉強を教えてあげたり、ゲームの話をしたりするようになった。 そんなこんなでわーわー過ごした病院生活も4日で終わり、無事退院となった。同室の男の子は涙目で見送ってくれた。社会人になった今では日本にいるならいつでも会えるてなもんだが、当時自転車しか自力での 移動手段を知らない自分にとっては永遠の別れだと感じてとても悲しかった。皆勤賞がなくなったのは惜しかったが入院もなかなかできる経験ではあるまい、いい思い出にはなったかな、とこの十数年間そう思っていた。 先日、親父と電話で話した時のことだ。入院をしているおばの話になった時、ふと思い出して自分の入院話を持ち出した。入院も長いとしんどいんだよな。俺もあの時はさ。あの時はなあ。という。 返しが来ると思ったのだが、親父の反応が悪い。あれどうしたと聞いてみると、お前こそどうしたんだよと逆に聞かれてしまった。いや、だから、俺の入院の話だけど。はお前マジでどうした それから、よくよく親父と母と話してみると、俺に入院の経験がなかったことがわかった。姉に聞いても同じことを言う。解禁賞もしっかりもらって実家にある。でも、あの病院での日々は、 生々しい経験として記憶にある。お前なあそもそもうちの馴染みの病院から海なんて見えないだろうが。そうだった。矛盾で頭が混乱している。 偶然。私が中学二年生の時、市内一の進学校に私と同性同名の人が合格していた。新聞でそれを見て勘違いした母の友人とかから、M ちゃんすごいじゃない。と、 お祝いの電話をもらって、ああ、いや、私は来年受験なんです。と、訂正するのを何回かやった。翌年その学校には、恥ずかしながら、同じ名前の合格者はいなかった。それから数年後のこと、 会社に来る営業さんで、私と同じ名字の人がいて、うちの妹がね、あなたと同姓同名なんですよ。漢字まで同じで。と言われた。ふと、上記のことを思い出し、何の気なしに、もしかして妹さん、私より一つ年上で、〇〇高校出身では。と言ったら、 あれなんでわかったんですかという。ああ、あれはあなたの妹さんだったんですね。ということがあった。最近少し前に交通事故に遭いまして、保険屋さんから通院日数等の確認の電話をもらったんだ。 通院10日間ということで、うんぬん、と言われて、んそんなに通ったっけと、ちらっと思いつつ、ああ、はい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 、と、返事をしちゃっていたら、次の日に保険屋さんから再び電話で、通院日数を8日間に訂正したい、とのこと。 ああ、やっぱり。となった私に、保健屋さんが手違いの理由を説明してくれた。同じ市内に住む同じ名前の方が、やはり交通事故で、同じ病院で同じ日に初診。私と同じ診断を下されていて、病院側が間違って、 そちらの人の書類を送ってきてしまった、とのことだった。年齢は一つ上だが、誕生日がまだなので、数字上は同年齢。最終的に、住所の町の名前の以下が違うことで、別人であると判明した。 長年この仕事をしていますが、こんな偶然は初めてです。って、保険屋さんが謝っていたけど、こっちにしてみれば、ああ、私その人知ってる。となった。営業さんが変わっちゃったから、確認はできないけれど、多分、彼の妹さんで間違いないと思う。 診察時間がずれていれば会えたかもしれないな。私の人生をニアミスしていく不思議な同性同名さん。次はいつ会えるんだろう。 どうも皆さん、こんばんは。ごま団子です、えー。今日は不思議なお話を読ませていただきました。はい。えー、最後のお話、めちゃくちゃ不思議ですよね。自分と同姓同名の人が、えー、まだ実際には会っていないんですが、いろいろとこう、えー、自分の行動と似たことを起こしているという、えー、まあそういうお話でしたよね。いやー、なんかこれ本当に、 読んでていい意味で続々するというか、まあそういう気持ちになりましたね。続きが本当に気になりますね。うん。まああの、まだ一回も顔を合わせていないということで、この当人同士がね。いつかそういう時もあるんでしょうかね。で、実際にその会った時に、あの、あ私の顔と同じだみたいな感じになったらさらに不思議ですよね。そうなると、 な、なんでしょうね、ドッペルゲンガー的な存在なんですかね。いやー、なんでしょうね、このお話ね、本当にね。ひょっとしたら、僕にも、そして皆さんにもね、えー、この同姓同名の人が、本当に近くに住んでて、で、同じような行動を起こしてるかもしれませんよね。知らないだけで。いやー、すごい不思議なお話ですね。うーん。 ということで、えー、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 さっきよし、じゃあ、録音するかなと思って、あの、パソコンの前に座ってですね、ヘッドホンを手に取り、装着したんですけども、そしたら、ヘッドホンからね、パキッっていう音がして、わーっとなって、なんだと思って見てみたら、あの、僕のヘッドホン、耳のところが回転する仕組みになってるんですけど、うんそれがですね、ポキっともう、まるまる折れてまして、ね、<laughs> 左のが <laughs>、おーっと思って。 えー、で、今、しょうがないので、えー、代わりのヘッドホンがないので、そのヘッドホンを使ってやってるんですけど、まあ、喋りづらいですね。喋 <laughs> るたんびにですね、左耳につけてる方のそのヘッドホンがプランプランしてて <laughs>、まあ、なんでしょうね、あの、木の上のお猿さんみたいな感じですよね。あの木の枝に引っかかって遊んでるみたいな <laughs>、そんな状態ですよね。 うーんこれ新しいヘッドホン買った方がいいかもしれんですね。でもなんかもったいないから、そのガムテープでガチガチにこの後固定してみて <laughs> で、それでもダメなようだったらちょっと新しいのを買うのを検討したいと思います。ね、まあそんなお話は置いときましてですね。えー、本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。えー、よかったらチャンネル登録、えー、そしてコメント、そして評価。 えー、などなどお待ちしておりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします、えー。あとこの動画の概要欄の方に僕のツイッターの URL とか、えー、あとは何でしょうね、えー、別のチャンネルの URL とか、えー、あとは、えー、怪談話と投稿する際の URL とかそういうものが貼ってありますのでよければぜひぜひチェックしてみてください。カミカミですね、今日もね、安定のね。 えー、ということで、えー、じゃあまた次の動画、あやべ、<laughs> もしくは <laughs> 生配信でお会いいたしましょう。くもなんごでした。おやすみなさい。